ムバックや復帰という言葉はなぜかしっくりと来ないです。きっと2018年の2月に私のアスリートとしての気持ちが一度完全に燃焼したからなのかもしれないです。ピョンチャンオリンピックの時は一つ一つのルーティンを終えていくことが嬉しくて、引退が待ち遠しいという感じでした。そして新しい人生が楽しみでした。だけど2年半という休養を経て、今は一日一日を重ねるごとに達成感、充実感、幸福感があると同時に、貴重な人生の一日一日を紹介していると思うと、寂しさや尊さも感じます。